一輪を恐れぬ不貞な輩ども、火の力により罰を受ける。卑弥呼様のお告げ通りここまで来たのに声が聞こえなくなっちゃいました。もしもし、卑弥呼様。これは置いてけ、もう走れねえ。全ての事象は我が盤上にある。1対100で戦っても負けないだろうね、大将は。新たな駒、試しておるのは良い機会か。カンナギよ、この秋に光を集め、卑弥呼の再来を招く伝説がある。我も一度尊厳廃したが、光を集めているところ。え、本当ですか？それならここを声が聞けますね。モンスター、私もお手伝いします。出てきて。存外使えるこの、我が毛利の霊の話。うわぁ、やめてください。これは卑弥呼様をお招きするための時間です。バチが当たりますよ。負傷者を連れて降参せよ。捕虜にだけはなるな。行け、三つ折。我に従わぬ者をことごとく断罪せよ。足利方、我らはあくまで毛利の元就様の私兵よ。豊臣が勝、石田三成の力。あの人、盾は悪い人ですね。もう私がズバッと懲らしめてきます。カンナギよ、日輪と卑弥呼の加護図もあれ。了解です。戦で私誰を信じればいいのですか。卑弥呼様に代わりお仕置きですよ。手駒にしておいて静着であった。あなたはまだ何も失っていません。だってあなたの周り。ああ、その通りだ。私は何も失っていない。だが貴様ごときが私の傷を判別するな。もはや駒にもなり得ぬ、我が盤上の塵くずよ。聞け、カンナギ。卑弥呼など、もとよりこの地にはおらぬわ。あなたのような人に、お天道様の力は使わせませんよ。お示しませ、やっ。あの方にとってみれば、将と総評も大差あるまい。元就様、雲が日輪を覆い隠してしまいました。では、大鏡には使えません。小娘の仕業だというのか。我が盤上になき行動は慎め、カンナギ。はぐるかそう。言っても無駄か。こうか。我は日輪の申し子。眩しき光にひれ伏せ。私のこの刃、秀吉様の憤りと知れ。誰よりもなどとは思わない。秀吉様に次ぐ強さがあればそれでいい。ああ、れちゃいました。また悪巧みですね。私負けません。彦飯、あと数箇所ほどは陣を気づいておくべきでした。小娘、我と張り合うか。減らしたまえ日輪よ。両主が削れたか。これで兵糧を抑えられる。もとなり様のお力で再び日輪が。もとなり様が高らかに歌っていただろ。おのれ、誰ごと小ざかし。寺様、凛騒動を着てよ。あの、さらにあんた、とっくに絡め取られてるぜ。俺も手柄を立てて、いつか大将みたいに。それがどうした。我が策に陰りなし。
寺玉凛。残酷なまでに冷酷。それでいいんだ、三成剣。飛行機、こういう時の作戦は、そう、白旗です。悪い方、悪い方へと転がってってるような。行くよ。もう貴様、密かに行部宛ての文を届けさせた。醜き離反の義を誘発させんとしたのか、答えろ。だとすれば何だ。人の絵にしなどいずれ消えゆこう。蚕の糸より頼りならぬ。日輪よ、我をも駒と捨てるか。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。